ほんでパート2いくで。どうも、長崎弁シンガーの淳です。ですね、今日はですね、なかなかね、久々にこの出てきた特番店がの方はですよ、ちょっと山根さんから、西谷クラスの山根さんからなんか依頼はされた件にしてか、肉付けはしてくれよとしてくれろって言ってからですね、テーマ曲、西成小井さんのテーマ曲は作ってくれろって言ってからですね、あの言われたんですよね。西成小井さんならもうやるんだねと思ってね、もうあの人が俺ね大好きやけんがね、西成小井さんね、あのなんだよ、ズームがやるとですよね、あのね、西成小井さんはね、ちょっともう参加してみようかなと思ってばってんがね、ピアノなんか多いかわからんばってんがね、あの多分ね、あの参加できる時間帯と思ってですよ、その時はね。でその時は、ね、ちょっと楽しみにしとくばってんが、その人のため の, あの 西成小井さんのためのこの人がテーマ曲は作らんばって言ってからですね、同じ日にトカリコに入門した六条のピアノマン、ピアノマンこと、ちょっと考えたとですけどね、あの松潤さん、山根さんのね、あの動画を見たとですけど、ちょっとあのスマホでちょっと見ますね。どうやったかな、この辺から行くか、この辺から毛もない、あの子すごいストレートやったね、ストレートに行ったらインパクトだよね。そんなコースだけど、うん、する時間はもう、でも感想の後ですね、長崎弁シンガー純が作ったそのつなぎ場ね、あのちょっと歌いますね。これアカペラになります。シンガーはアカペラ、シンガーは、ね、アカペラ出てます。はい、ワンこのつなぎあって、ワイが西成小井や、アラフィフユーチューバーや、よろしく、ワイド。ワイが西成小井や、アラフィフユーチューバーや、そっか塾だぜ、よろしく。ワイが西成小井や、アラフィフユーチューバーや、姫ちゃん大好き、愛してるぜ。ではバイバイ。はい、いうことでね、パート2で放送します。また次の動画で会いましょうか。おおきに、西成小井ですわ。バイバーイ。